もやもや探検。もし、ケンさんがもやもや探検コーチングを受けてなかったら、どういう今を過ごしてたかなって想像できますか？そうですね。今の現状に嫌だなとか、なんか違うなってもやもやしながら、やっぱりずっとそのまんまの生活をしていて、生きながらも何か脱出できないかってまたもやもやしながらずっとそれが続いているんじゃないかなと思います。スクール受けてみたいけどってもやもやしてる人に何かおすすめの言葉があればお願いします。そうですね。受けてみたいって思ってるのであれば素直に受けてみたらいいと思います。死ぬまでの間に一度自分のためだけに自分のまあ、気持ちに正直になる期間っていうのを死ぬ前に一度、一回くらい作ってみてもいいんじゃないかなと思います。もやもやしている人に、まあ、もやもや探検スクールのおすすめの言葉をぜひお願いします。はい。そうですね。なんか、うまく言えないんですけど、ちょっとやってみてって感じですかね。なんか、そうです。なんか一人だとできないことも、なんか、コーチがいると、なんか寄り添ってくれたり、一緒に、はい、走ってくれたり、応援してくれたり、そういう人がいると、なんか自分も助けられるし、解決の糸口が見つかる。そこが、いいなって思いました。もし千代子さんがもやもや探検スクールに参加してなかったとしたら、今頃どういう状態が想像できますか？多分、心と行動を一致させるっていうことは分かってるけど、一人だときっとぐるぐるしてる時間がすごく長くて、変化していくのに時間がかかってたと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、今、もやもやしてる人に、もやもや探検スクールのおすすめのメッセージをぜひ、お願いします。そうですね。やっぱり一人だと、同じ頭でぐるぐるしてると、やっぱ時間がかかってしまうので、それを、頭の中だけじゃなくて、アウトプットする時間がすごく大切だなって思って、たのと、あともし、なんだろう、私がそうだったんですけど、今の、職場の環境が嫌だなとか、その家族とかいろんな人間関係でモヤモヤしてるんだったら、そこの中の人と喋っても答えは出ないなと思うんですね。なので、自分がこういう人になりたいとか、こういう、なんだろうな、目指す世界に身を置いてみるというか、そういう人と喋ってみると、すごく、やっぱりいいんだよねって思えるので、それがすごく、このもやもや探検スクールのおすすめですね。はい。今、もやもやしてる方に、ななさんからもやもや探検スクールの、おすすめを、のメッセージをお願いします。はい。もう一番は、自分軸を取り戻したい方に、本当にお勧めしたいと思います。はい。で、やっぱ3ヶ月目、コーチングして3ヶ月目ぐらいで、なんか自分をちょっと好きになってきて、こんな風になるなんてって自分でもものすごい驚いています。はい。あと、やっぱりお金さんのモヤモヤが私にもあったんですけど、なんか自分に、まあ入る前ですけど、なんか本物の病気になってしまうのと、もうどっちがいいって自分に聞いて、なんかやっぱ変わりたいってすごい強く思ったので、思い切って飛び込んでみたんですけど、今逆に、なんか4ヶ月前に戻る方が、怖いです。もう、そういう感じになれますよって言ってあげたい。よかったです。はい。じゃあ、もし、ゆきさんが、もやもや探検スクールに参加してなかったとしたら、今頃、
どういう状態が想像できますか？ああ、今もう頭の中の、もう自分の、ああでもない、こうでもない、ずっとぐるぐるした考えの状態が続いてて、しんどかっただろうなって思います。うん、うん。一人でやると難しいところってどこですかね、特に。一人だと、うん、なんかやり始めの、まだ合ってる、やり方が合ってるのかなっていう疑問とかがやっぱり解消しづらいのと、うんうん、やっぱり、こう、元の始める前の自分にすぐ戻ってしまいがちなんで、うんうんうん、こっちだよってこう、最初ちょっとこうリードしてくれるのが、コースに入るとあるので、うんうん、こうちょっとこう見失いかけた時にこう灯籠がポンと出てくる感じで、うんうん、こう進んでいくとちょっとずつ自分で歩いていけるようになるっていう感じです。うん、ありがとうございます。じゃあ今モヤモヤしてる人にゆきさんからモヤモヤ探検スクールのおすすめの何かメッセージをお願いします。いろんな人がいろんなものを見たり聞いたり試してきた中でぐる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 してると思うので頭の中をすっきりさせたいってこうクリアにしたいっていうのにはものすごく最高だと思います。はい、ありがとうございます。はい、やっぱりその、すごくこうネガティブになったりとか、後ろ向きな、その、自分なんてみたいな気持ちになってる時っていうのは、やっぱり、なかなかその悩みとかっていうのを人に言うっていうのはすごく勇気がいるし、その人にそれを伝えようっていう、その気力さすら湧かないような、そういう時もあると思うんですけど、やっぱりこういうこう自分の気持ちをちゃんとこう受け入れてもらえて、でしかもその自分の悩みがちゃんと言えたプラスそのさらにその中に宝が見つかって、で最終的にはちゃんとその自分で自分をハッピーできるっていうその思考までいけるっていう、うん、そういうのがその本当に安心安全な場で実現できるっていうのがこの場かなっていうふうに思うので、本当に今一日でも早くここに入るとハッピーな日が一日でも長くなっていくんですよって、うん、いうことをお伝えしたいかなと思います。はい、もやもや探検のその方法っていうのはなんかよく私も今まで引き寄せとかやってきたのでやってきたしいろんな人の話を聞いてたんですけど、まあね、すごくこう心の声を聞くってみんなやっぱり大事なんですって言ってくれるんですけど、じゃあその声をどうやって聞くのかっていう話を聞いたときに、これまで教えてくれた人っていなかったんですよね。で、その声の聞き方をこんなに具体的に簡単に教えてくれたモヤモヤ探検ってすごいなって思います。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に何かちいさんから皆さんにメッセージありますか？そうですね。なんか私みたいにこう言い出したいことを言われへんとか、あとなんかモヤモヤしてんねんけどなんか一歩踏み出されへんとかっていう人にぜひモヤモヤ探検受けてほしいです。スクールを受けるって決めた時の美咲さんに何か言いたいことありますか？ようやったってありがとうっていう感じ。
洋服に入れつけたっていう。はい、よかったです。はい。めっちゃ泣いてしまった。なんでですか、なんで。なんか感動して、生きてよかったなって思う瞬間ですね。いやいや、もう、自分も今本当に生きててよかったなって、あの時死ななくてよかったなって思います。